それまでだ。終わりだ。そこだ。誰だ。助けないといけない人がいる。誰なんだ。ハートレスの群れは半分くらいは倒したけど、リクを吐き出した後またどこかに消えてしまったよ。そうか、ありがとう。不意をつかれたとはいえ油断しすぎた。ミッキーは大丈夫だった？うん、新たな衣のおかげでね。でもリクの方こそ。あ、うん、闇の世界に来てから強敵ばかりだったし、僕たちは今までキーブレードの強化を全くしてこなかった。一旦イエンシット様のところに戻って立て直してこよう。アクアはさっきのような敵と一人で戦っているのかもしれない。リク、俺が最初にこの世界に来た時のように不安や孤独と戦い続けてると思うんだ。アクア、もう少しだけ待ってくれるかな。アクアは空に似てるよ。ええー！いやいや、心の強さがね。はあ、そうか。ま、空に似てるなら少しは安心かな。あいつならどんな深い闇に飲まれても負けない。またすぐに戻ってこよう。ああ、ん、このキーブレードはもう使えない。だからここに残していくよ、もう一人の俺のために。え、you
そうか、力は取り戻せなかったか。でもいいんです、大事なことが分かったので。しかし目覚めの力は必要になる。一度身につけた力なら何かの拍子に思い出すかも。何かの拍子って？そうそう、空は単純だからね。はあ、確かに難しく考えすぎていたのかもしれんな。イエンシット様まで必要に迫られれば活路を見出す、それが空の強さ。褒められてるのか何なのか。お、ただいま戻りました。はあ、なあ、みんなもいたんだね。いたんだねって先に行っちゃうから。ただいま。3人はどこかに行ってたの？ヘラクレスの星、うわ、ヘラクレスの星に行ってきました。空の失われた力を取り戻すために。でも取り戻せなかったんですけどね。そうなんだね。でも僕たちも良い報告はできないんだ。二人はアクアを探しに行ったんですよね。イエンシッド様から聞きました。見つからなかった。ちょっと俺にも話させてよ。マスターアクアは前に俺と空でたどり着いた闇の海岸でつながりが途絶えてたんだ。つながりが？闇の世界よりもはるか闇の底、闇の深淵に向かって。助けられない？いや、前に空が闇の深淵に飲み込まれた時、俺が空を迎えに行った。だから同じようにマスターアクアに近い強いつながりを持つ者が闇の深淵に潜りさえすれば。アクアと強いつながりを持つ二人、一緒に修行していたベンはアクアにしか見つけられない場所にいる。テラもアクアが最後に見て以来姿を見せていない。アクアが消えたキーブレード使いを見つける鍵。そしてアクアたち3人のキーブレード使いを育てたマスターエラクスもゼアノートに撃たれた。俺が助けるよ。ええ？ちょっとちょっと、空はまだ目覚めの力を取り戻してないんだから。ごめん、なんか突然そういう感情が湧いて。でもなんだか説得力があったよ。ああ、頼りにしてるからな。うん、空は目覚めの力を取り戻すことを優先するとして、王と陸はかつてアクアが訪れた世界をたどればアクアとのつながりの手がかりが得られるかもしれん。わかりました。僕たちはアクアの足跡をたどって手がかりを探してみますが、その前に。ん？実は闇の世界の敵は強力で、僕のキーブレードは痛み、リクのキーブレードは折れてしまいました。新たなキーブレードを手に入れなければなりません。なるほど。では
カイリたちが修行中の魔法使いマーリンの元に寄ってみなさい。はい。ついでにこれを渡してきてくれるかな。これは、そう、二人に渡したのと同じく、カイリとリアの分の闇を払う新たな衣だ。わかりました。ずるい、イエンシット様、俺の分は。そうだ、イエンシット様に俺たちだって必要だぞ。よいよい、もちろん空の分も用意してあるぞ。え、妖精たちからの贈り物だ。さすがイエンシット様、ありがとう。空の衣は前回と同じく特殊な能力が秘められているらしく、用意するのに時間がかかったようだ。あとチップとデールからの贈り物も入れてある。へえ、わかりました。よかったな。うん、みんなこれで準備は整ったかな。待った待った、私をお忘れなく。ジミー、また空たちに私がお供させていただきますよ。旅の記録はこのジミークリケットにお任せあれ。これで勢ぞろいだね。あ、うん。さて、新たな旅立ちに際して空にはこれも渡しておこう。あ、これは絆のお守りだ。多くの心とつながることができる空ならば、その絆が大いなる力となって助けとなるであろう。では行ってきます。鍵が導く心のままに。ね、うん、それは合ってないでしょ。考えてるよ、何も浮かばないんだよ。気のせいかな、このパターン前にもあったよね。ん、あ、何、空から音がしてますよ。え、これは音止まらせないの。そう言われてもな。これかな。レア、つながった。え、デール、チップ、つながったよ。レイ、チップ、もう早く出てよ。チップ、空に大事なことを伝えようと思って、これからも大事なことを伝えることになると思って、このモバイルポータルをとりあえず空に渡してほしいってイエンシット様のところに送っておいたんだ。写真も撮れるよ。おお、やっと完成したんですね。これを持っていれば遠くにいても会話ができるし、我がジミニーメモもパワーアップしますよ。へえ、そんなに便利なものなんだ。それで大事なことって？前の眠りの世界の旅でリクが賢者アンセムから託された空の心と記憶に関するデータがあったんだけど。アンセムカード。うん、僕たちがアンセムコードと呼んでるデータの解析を進めていたんだ。データは暗号化されていて、まだ一部しか解析されていない。誰？ああ、本体の方とは初めましてだったかな。僕はイエンツォ、エレウスも一緒だよ。エレウス、ロクサスの本体だからって気にすることないだろう。ともかく
君たちが僕たちのノーバディを倒したおかげで人間として復活したんだ。最初はノーバディになることを望んだんだけど、僕たちも結局ゼムナス、いやゼアノートに騙されていたのさ。え？ってことは13機関だ。違うよ、僕たちはもうゼムナスやゼアノートの支配下にない。人間だった頃と同じ、純粋に心を解明しようとするガクトに過ぎないよ。信じられない。でもアクセルは僕たちを助けてくれたよ。僕たちも君たちのようにこの世界に連れ戻したい人がいるんだ。それにはお互い協力した方がいい。早速だけどソラ君、君に関する興味深いデータがアンセムコードから解析されたんだ。俺に関すること？我が師賢者アンセムは君の記憶を復元する過程で君の心を調べていたらしい。そして発見した。どうやら君の心には君とは別の心があるらしい。別の心？あれ？空を驚かないんだね。俺なんとなく感じてたんだ。俺の心に眠る心、それは多分ロクサスの心だ。そしてカイリの中にはナミネがいるはず。なるほど、自分の心は自分が一番理解しているか。実を言うと僕たちにはまだそこまで結論を出せていなかったんだけど、しかし興味深いね。本体とノーバディが同時に存在しているばかりか、心が同居しているなんて。賢者アンセムもソラ君のその特異性に目をつけたのかもしれないね。僕たちはその仮説に基づいて検証を進めてみるよ。それじゃあまた。じゃあまた何かあったら連絡するからね。通信は僕たちとレイディアントガーデンと王様たちにもつながってるからね。ジミニー、モバイルポータルの使い方ソラに教えてあげてね。お任せあれ。俺はロクサスを助けたい。だから王様やリクのようにまずはロクサスの心をたどるよ。空の心のままに進むのがいいってイエシッド様も言ってたしね。ちょ決まってるだろ。We'll be right back.
結局イエンシッド様に話さなかったけどよかったのかな。マレフィセントやシグバールのことだろ。今は王様やリクたちに余計な心配させたくなくてさ。それにもし何かあってもあの二人の悪巧みなら俺たちで何とかできるだろ。まあ、でも気になることも言ってたよね。ピートが言ってたやつだろ。どうせ大したことじゃないって。そうかな。お、なんか懐かしい。まず来たからそんなに立ってないよ。そうだっけ。空の中のロクサスの感覚なのかもね。うん、俺眠りの世界でロクサスに会ったんだ。あれはきっと俺の心の中にいるロクサスだと思う。そういえばデータの世界でも、データの空に心の痛みを受け止める覚悟があるか確かめに来たんだよ。心の痛み、わかるような気がする。リクやカイリがいなくなった時、キーブレードが使えなくなってドナルド、グーフィーと離れ離れになった時、大切な友達と離れ離れになった時の辛さとか悲しさ、絆があるからこそ心が痛かったんだと思う。心の痛みが絆なんだ。データの空と同じ音してる。どんな空でも空は空だしね。やっぱり心のつながりをたどって間違いはなかったよ。俺はロクサスを助けたい。どうしたの？ノーバディだ。
さっきの声、何だったんだ？さあ、言われて。何も聞こえなかったよ。空耳じゃない？そうかな。なんだよ、こいつら。アイスは後でいいでしょ。ちょっと待ってよ。ほら、聞こえた。って違うか。あれ、ハイネ、ピンツ、オレットも。何これ。わあ、おー、ソラ。悪い、挨拶の後な。ああ、早く逃げて。助かったよ。ありがとう、ソラ。ハイネ、ピンツ、オレット、久しぶり。ん？久しぶりってほどでもないだろう。ドナルドとグーフィーも元気そうね。こんにちは。こんにちは、オレット。君たちがいるってことはまた事件かな。何言ってんだ、ピンツ。あんな黒いうじゃうじゃ、今まで見たことなかっただろう。かつてない。これが事件でないはずない。確かにね。白いグニャグニャは見たことあったけど、あんなのは初めて見た。これは調査のしがいがあるぞ。もう夏休みの自由研究は終わったでしょ。事件はともかく、ソラたちは何か用があって来たのよね。そうなのか。ああ、実はロクサスを探しに来たんだ。ロクサス？変だな、初めて聞く名前なのになぜか知ってるような気がする。どこかで会ってたのかもしれないね。はぁ、会ってたというか、別の君たちと友達だったかもしれないね。ん？この写真って。うん、僕たちも持ってるよ。そうか、もう一つのトワイライトタウンか。こっち側になくて、あっち側にあるもの。あっち側で僕たちとロクサスは友達だったんだ。ソラ、俺たちもロクサスを探すの手伝うよ。いいのか？こっちの世界でも友達になりたいからな。ああ、もちろん。じゃあ早速街で情報収集だね。他にも僕たちみたいにロクサスと関わりがあった人がいないか聞き込みしよう。うん、ソラたちはその写真の場所、幽霊屋敷に行くんだよね。街でのことは私たちに任せて。
ありがとう。そうだ、確かこれ写真も撮れるって言ってたよな。せっかくだからみんなで撮らないか。ああ、いいねいいね。ん、ねえ、これ誰が撮るの？なんでまた当たるんだよ。しょうがないだろ、じゃんけんに負けたんだから。まあまあ、僕も一緒にいてあげるからさ。だったら大きい当たってよ。じゃあ取るよ。よく取れてるね。あ、幸運のマーク。幸運のマーク？最近私たちの間で流行ってるの。街のあちこちにこのマークが隠されててね、これを写真に撮ると幸運が訪れるんだって。へー。あ、このマーク見覚えない？いや、本当だ、見たことあるよ。おーしゃばしょ、おいだよな。いろんなところにあるみたいだから探してみてね。よし、じゃあ俺たちは町の人の聞き込みだ。ソロたちは先に幽霊屋敷に向かっててくれ。後で追いつく。わかった。Oh!